プログラムがないっていう、どちらかの無表情に頼むぐらいの。もう一度、カド番は脱出して深夜を守ったわけですから、近年どう出直してくるかどうか、その琴奨菊が今優勝が決まった横綱白鵬に力水をつけました。決まり手寄り切りで琴奨菊勝って、千秋楽は豪栄道戦、旭天鵬敗れて1勝4敗明日は妙義龍との対戦です。その前の一番勝った豊ノ島は明日栃尾山。Thank you.